はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちら小田原駅の方に来ています。今からこの小田原から東京に向かいたいと思うんですが、今日ここ小田原から日本一連結両数の長い在来線特急に乗ってみたということで、今回はねそちらの列車に乗っていきたいと思います。今回乗車する列車はなんと15両の特急ということで、現存する在来線の特急の中では一番長い特急列車ということになっています。ではね、その特急列車がどんな特急列車なのか、いよいよね改札の方を入っていきたいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、こちらがね今回乗車をする特急踊り子号16時48分発の東京行きです。この列車が15両ということで、日本でね一番長い特急列車という風になっています。ちなみに今回走ってくる踊り子号なんですが、185系という国鉄型の車両で運転をされています。この特急列車の185系は来年の3月で営業定期運用を終了するということで、実はねこの日本一長い15両の特急列車も一緒にね引退をするということになります。今後は E257 系という新型車両に変わるんですが、そうなると最長でも14両ということになりまして、サンライズと同じ両数になります。ですからね15両日本一長い特急乗れるのも残りわずかということになっています。では間もなく踊り子が来るので、列車がね入線する時の駅の構内放送をどうぞ。6番線に特急踊り子16号東京行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は15両です。次は大船に止まります。足元の踊り子号15両乗車口1号車から15号車でお待ちください。自由席車両は足元の踊り子号15両乗車口9号車から12号車でお待ちください。ちなみに今放送にありました自由席というのも、次のダイヤ改正185系が引退するとなくなってしまいます。新しい車両 E257 系に全て統一された後は全席指定席の列車ということになります。グリーン車の両数に関しても1両に減るので、今目の前に止まっているグリーン車4号車5号車は1両だけという風に変わります。はい、ではねこちら踊り子号に乗車をしていきたいと思います。あーすごいですねこれ。くず物入れのねこのフォントがめちゃめちゃ国鉄臭がしてますね。車販準備室のねマークとかもすごいね国鉄感が出てますね。はあ、これ初めて僕乗ったんですけど、めちゃめちゃなんか懐かしい感じがしますね。ではねこちらこの列車は小田原駅を出発します。では少しこの185系 MT54 の起動音をお聞きください。ちなみにね左側これ通路が自動扉なんですけれども、これがね何回か開くんですが、これは僕の立ち位置というわけではなくて、前の方がね荷物の整理をなさっていて結構ね開くということで、結構この自動扉の判定はね甘いみたいですね。では今回の185系の座席周りについてご紹介をしていきます。この列車は 2+2 のリクライニングシートが並んでいます。色は結構渋めな緑っぽい色でしたね。今回は自由席ではあるんですが、奇数側が東京方面向いて窓が比較的大きめ、偶数側が窓枠がね干渉する席という風になっています。このように帽子掛けがついているのが国鉄型の列車の証拠かなという風に思います。左手側のリクライニングのレバーを引けば座席が倒れます。リクライニングの角度は一般的な特急と同じくらいでしたね。続いてこちらね座席の方に座っていきたいと思うんですが、このようにね背面テーブルがついていて、背面テーブル結構にしめた色をしていましたね。これは変色をしたんですかね、ちょっと気になるところではあります。また4、5号車がグリーン車なんですが、これはね間もなく1両に減ってしまいます。今回ね一番気になったのが足回りです。なんとね前の座席の下に足を入れることができないんですよね。ですから常にね、夜行バスみたいに足を曲げなきゃいけないので、ムーンライトの時は結構辛いのかなと思いました。そしてこのように窓がね開けることできるんですけれども、逆に開けることができるので密閉されていなかったので、窓の付近結構寒かったです。そしてこれ今回一番驚いたんですが、シェードとカーテン両方ついてるんですよね。これ理由がちょっとよくわからなかったんですが、なんと特急列車としては珍しくカーテンもシェードもついているという形になっていました。そしてこのね背面テーブルを開くとこのような形で出てくるわけなんですが、これはね一般的な大きさの背面テーブルという形になっていました。別に立て付けは悪くなかったです。そしてこれまた皮肉なんですよね。背面のねポケットの中に新しいスタートということで踊り子についてのね説明がついていて、1%5のね引退後のこれねどうなるかっていうのがね全ての座席にこういった形でパンフレットが入っていました。185系の定期運行は終了しますという文字がこちらのねパンフレットの中にも書かれていました。ちなみに一番前の席のテーブルはこのような形で固定されていて少しちっちゃめとなっています。そして今回自由席、あちらのね板に書かれているように自由席に乗っているわけなんですけれども、その自由席というのが先ほどねご紹介しているようにダイヤ改正でなくなります。今回は B 自由席特急券950円で小田原から東京までね切符を購入しているんですけれども、今回ねこの自由席、ちなみに混雑状況でいうとこのような形で結構ね窓際含めて空いているんですが、今後ね全席指定で並ばず乗車ということで新しい料金に変わってしまいます。今回乗車した東京から小田原の区間ですと1020円というふうに変わりますので、座席指定はできるんですが今後70円値上げをするというふうな変化という形になるわけです。今回の列車は神戸の川中で作られた列車で昭和56年製、今年でなんと39歳という結構ねご長寿な列車になっています。はいはい、こちらがね洗面台なんですけれども、これがまた古いですよね。このゴミ箱のこのねなんか穴もなんかすごい古くって、こちらの洗面台なんですけど、なんとこれ寝台列車ですよ。昔乗った時にあったんですけど、これ引っ張ると水が出てくるタイプですよね。これは懐かしい。めちゃめちゃこれ P 寝台のね24系の時にこういうのを使った記憶があって、これ歯磨きする時にずっとね押さえてないと水が出ないんで、すごいねこうやって苦労したね記憶がありますね。その他電気カミソリというのもなかなか古いですよね。そしてもう一つお伝えしたいのがこちらの石鹸です。今の列車といえば基本的に液体石鹸が定番だと思うんですが、この 1%5 ではね固形石鹸があるというのがなんとも古い感じがしますよね。続いてこちらがトイレなんですが、便所はね今でも和式が一部のところには残っています。というか逆ですね、洋式の方が多いので和式がメインという形になっています。手洗い水なんですけど非接触式なんですが、足で押すなんかポンプタイプの手洗いのお水という形になっています。そしてこれがねびっくりしました。お願いのところ、なんと国鉄本土ではあるんですがそれ以外に田町電車区なんですよね。2013年から全ての車両が大宮総合車両センターに移籍しているので、田町の文字が見える唯一の場所という風になっています。このように洋式トイレも一部あります。洋式って改造はされているんですが、秋の文字は昔のまんまという形になっています。この洋式の中には洋式のね便座と子供さん向けの椅子も用意をされていました。はい、こちらね10号車になります。10号車と9号車の間には連結面というか運転台がありまして、通り抜けができないんですよね。このようにお顔とお顔がごっつんこということで、これより前の方には行くことができません。その代わりここでね運転席を見ることができます。この緑のね作りというか、この高めのね運転台なんですけど、昔ウエストエクスプレス銀河117系に乗ったんですが、なんかねそれを思い出すような感じがします。これ、ね、椅子が運転席のねこれ椅子なんですけど、青いんですよね。いかにもね国鉄っていう感じがして、すごいですよね。あとねこの運転台の中の緑のねこの色っていうのも今の列車では考えられない色使いですよね。はい、こちらね14号車を渡ってきまして、この号車が先頭車15号車です。今回は修善寺から来た踊り子号と伊豆急下田から来た踊り子号がそれぞれ連結をして、10号車までと11号車から15号車と2つに分かれています。この15号車が在来線最長特急列車としての称号ですよね。今後この列車がなくなってしまうと14両編成になりますので、この15とこのリクライニングシートの組み合わせを見ることは二度とできないということになります。そして列車は小田原駅を過ぎますと、横須賀線、京浜東北線と乗り換えができる大船駅にも止まります。そしてこの南武線との乗り換え駅でもある川崎駅にも止まります。ちなみにこの川崎駅は東海道線の通勤快速、そして湘南ライナーは止まりませんので、なんとね、快速は止まらないのに特急が止まるという逆転現象が起きています。そして川崎駅を出ますとすぐね、多摩川を渡り、いよいよ東京都の方に入っていきます。そしていよいよ品川駅に到着です。品川駅ではなんとね、京浜東北線とホームが並ぶんですよね。結構珍しいかなと思うんですが、これは品川駅が現在工事を行っているからということみたいです。昔は品川駅スーパービュー踊り子は止まらなかったんですが、現在ではね、サフィールも止まるような結構ね、重要な駅という風に変わりました。そして特徴的な音を立てながら東京駅の8番線にこの踊り子号は到着をしました。いよいよ踊り子の旅も終点です。では電車を降りていきます。もう電車を降りるとすぐに行き先の幕が階層に変わってしまっていました。このように車体一部では塗装が剥がれて痛々しい様子を見せたりもしていました。これも39年選手というところなんですかね。はい、ではね、今回は日本一連結両数の長い特急である185系の15両踊り子号で小田原から東京まで乗車をしてきました。もちろん連結両数15両というのが面白いだけではなくって、車内の中にもね、いろいろと昔の表記が残っていたりと魅力たっぷりの列車でした。この列車はダイヤ改正で定期運用を離脱してしまいますが、まだ3月までは、多分ダイヤ改正3月だと思うんですけれども、運転されると思いますので、よろしければ乗車をしてみてください。では今回の動画はこちらで終了していきたいと思います。この動画が面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。